新名線。新名線は JR 北海道バスが運行している路線バスである。1995年、鉄道路線の新名線廃止にあたって運行を開始した鉄道転換路線である。当初は北海道旅客鉄道 JR 北海道の直営路線であったが、2000年4月の分社化によって JR 北海道場による運行となった後、 2002年からは実際の運行及び管理業務を東北バスに委託している。日本国有鉄道、国鉄が運営する鉄道路線の新名線は利用客が少なく豪雪地帯であるがゆえに除雪費用がかさんでいた。国鉄は経営悪化により赤字路線の廃止などを合理化を推し進め、新名線は1968年、昭和43年に 廃止勧告を受けた経緯がある赤字83線。1980年昭和55年に制定された日本国有鉄道経営再建促進特別措置法では新名線は第二次廃止対象路線相当であったが国鉄が平行道路でバスによる思想などを行った結果代替道路が未整備であるとして除外存続となった。 鉄道に並行する道路は1992年、平成4年までに整備が完了し、北海道旅客鉄道 JR 北海道は、同年12月に代替道路は整備されたと判断。1994年、平成6年12月10日に新名線を廃止し、バスに転換する意向である旨を発表した。この時点では、新名線の球場、バス転換した場合もバスの運行は、 JR 北海道が行うことを示したのみで、廃止日などの具体的な説明はなく、深川市、幌加内町、風連町、名寄市の沿線市長も今日は説明を聞くだけといったスタンスであったが、同年12月28日に四市長で構成する JR 新名線問題対策協会を設け、今後の対応に当たることとした。年、平成年月日、 JR 北海道はバス転換に際して運行ダイヤは鉄道の運行時間本数を基本とするなど具体的な内容を示した。これを受けた協議会ではこの内容を受け入れず鉄道を廃止するのだからそれに見合ったサービス工場と仮にバス転換となった場合は鉄道より便利にするよう要望した。以降は事務レベルのやり取りが繰り返され 同年5月8日に JR 北海道から、などといった最終案が示された。これを受けた沿線首長は JR 北海道も歩み寄りを見せたとして苦渋の選択ではあるが5月15日までにバス転換受け入れを表明。5月16日に開催された JR 新名線問題対策協議会で JR 北海道社長に同意書が手渡された。 JR 北海道は5月26日に新名線の9月4日付での廃止を申請し、6月16日に申請通り許可された。1995年、平成7年9月4日、雨模様の中で出発式が挙行された。ほとんどの区間において路線バスが走るのは初めての区間であった。運行開始時の便数は以下の通りである。 鉄道の2倍の本数が設定されたほか、同じ町内でありながら、鉄道での日帰りの往復が不可能であった母子里から、転がないへの日帰りが可能なダイヤとなった。新名線バスは、鉄道時代よりも、運行本数や停留所を増やして、沿線住民の利便性を確保し、バス輸送になって、赤字額は大幅に圧縮されたものの、収益が好転することはなかった。 また、鉄道時代の1994年、平成6年度の1日平均利用者329人に、対し、バス通年運行初年度となる1996年、平成8年旅は302人に減少しており、その後も減少している。これは、沿線地域の過疎化が進行したことに加え、少子化の進行により通学利用者が減少したことが、要因とみられた。 ほろか内町では、定期乗車券、回数乗車券購入者に助成を行い、乗客数工場に勤めなど、鉄道から転換されたバスも、また乗客数の維持が課題となった。1998年4月には細分化されていた、系統の統合を行ったが、2000年度の利用者は1日250人程度しか、おらず、営業赤字は年間2億円を超える状況となったことから、 沿線3市長の同意を得た上で2002年2月に初の減便を実施した。さらに同年12月より新名線並びに運行を担当していた深川営業所を管理委託することによって経費の削減を図っている。当初は北空地バスとの交渉をしたがまとまらず東北バスを委託先とすることで2002年12月から管理委託が開始された。 2003年度の年間輸送人員は7万8000人程度で、1日平均に、すると194人となり、これは、有識者に、あまり乗車率の良くないコミュニティバス程度と評される、輸送人員であった。しかし、新名線バスの路線長は140キロメートルもある。他、利用者の大半が、比較的長距離を乗車しているため、代替交通が考えにくい状況であるとされる。 全便が、幌かないで、系統分割している。深川幌かないは7往復。幌かないなよろは、平日4往復。土日祝日は3往復。このほか、区間運転が数系統設定される。特急を除き2019年4月1日現在。詳細な定流書は公式サイトの時刻表を参照。快速便、普通便。 当期スクールバス、JR 北海道との連絡運輸指定。普通乗車券発売は2014年、平成26年4月1日廃止。鉄道路線を含む特別企画乗車券は2017年、平成29年1月現在で、北海道フリーパスが設定されている。乗車券類は JR 北海道バス。 または、JR 北海道発行のもののみ有効。競合する空地中央バスや、委託先の道北バス発行のものは使用できない。JR バスカードなどの乗車カードは、新名線では導入されないため、紙の回数乗車券、定期乗車券を、深川駅、名寄駅などで発売する。幌加内で乗り継ぐ場合、運賃は、当日に限り通算する。この場合は、 心家内で生産後、乗務員より、乗り継ぎ券の発行を受ける。新名線のバス運行にあたり、JR 北海道では、深川駅構内に、深川自動車営業所を新設した。開設当初は、所長以下20名、うち運転士16名という人員配置で、運転士は、札幌中央や津別などの各営業所から選抜した。また、車両については、 JR 北海道バスの一般路線では初めてとなる前扉のみでリクライニングシートを装備した車両が運用されることになった。運行開始当初は45人乗りの大型バス4台と29人乗りの中型バス3台であった。その後、減便と同時に車両数は7台から5台に減車された。また、2002年10月からの東北バスへの管理委託に伴い、 深川営業所には JR 北海道バスの社員はいなくなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。